はい、こんばんは。猫、ね、井うなです。今日は VR の動きを私のように 3D モデルで動かすためのソフトやバーチャルモーションキャプチャーについて紹介したいと思います。で、どういうことかというと、普段使っているヘッドマウントディスプレイとハンドコントローラーを動きを 3D モデルに追従させるという仕組みになります。私はね、今日はちょっと ヘッドマートディスプレイとハードコントローラーじゃなくて全部トラッカーでやってるんですけど、まず基本的にその3つがあれば同じようなことができるという感じです。はい。早速なんですけど、バーチャルモーションキャプチャーをまあインストールしていきたいと思います。ただ、このソフトウェア、まあ、その性質上 3D モデルが必要なんですね。なので 3D モデル どこからまあ持ってくればいいかわからないとういうのもあると思うので、そちらも合わせて説明していきたいと思います。でまず、バーチャルモーションキャプチャーですが、これは普通にググっていただいて、一番上にあるバーチャルモーションキャプチャーというのを押せば、ここのサイトに飛んでいきます。これが公式サイトになってます。 で覚えておきたいのは、ここに操作方法というリンクがあって、これがマニュアルですね。ドキュメントへのリンクになってますで。横にもよくある質問と回答っていうのもあるので、ここも見ておくといいかもしれません。では早速、バーチャルモーションキャプチャーをインストールしていきたいと思います。ダウンロードをクリックして、ダウンロードページを開きます。 でそうするとブースのページに行くので、ここの無料ダウンロードをクリックしてダウンロードします。ログインしてないとね、ログインしてくださいって言われるかもしれません。で、バーチャルモーションキャプチャーは、要はインストールといってもただの ZIP ファイルなので、適当にドキュメントフォルダに展開します。 もうね、これでインストール自体はま完了しちゃうっていう感じですね。はい。で、インストール終わったら、まあ、3D モデルなんですけど、今回はアリシアさんというモデルを使いたいと思います。で、アリシアさんどこからダウンロードするかっていうと、えっと、ちょっとややこしいんですけど、さっきの操作方法でドキュメント開いてもらって、 で、その中にアリシアさん VR モデルですって書いてあって、そこにダウンロードリンクがあるので、これをちょっと開いてもらえると嬉しいです。はい、そうするとですね、こういう画面になるので、何がいいかというとですね、まあの 長期不要。要するに、どこでダウンロードしたかとか、クレジット書かなくてもよくて、共用利用、まあ、同時利用が可能というね、結構緩いライセンスになっているので、これが最初使うのがいいのかなと思います。ここもダウンロードボタンを押して、こういった利用規約に同意できればダウンロードします。モデルデータもね、こんな感じで、ただのチップファイルなので、 ドキュメントとかに展開します。はい。で、ここまでできたら、あとはいつも通り SteamVR を立ち上げて、ヘッドマウントディスプレイや、アンドコントローラーの用意をしてください。まあ、そうすると、この画面がね、いつも出てると思います。ここが3つ緑になってれば OK っていう感じですね。外部でも、 オキュラスでも WinMR でもできるはずです。バーチャルモーションキャプチャ e を次に起動していきます。でさっき展開したフォルダ開くんですけど、いくつかファイルありますが、起動するのはバーチャルモーションキャプチャー .exe になります。開くとこんな感じで、 真っ青の画面に、コントロールパネルが出てきます。で、あとは、あとは、この VRM 読み込みボタンを押してやると、こういう画面が出てくるので、VRM 読み込みをクリックし、 先ほどダウンロードしたアリシアさんのモデルデータを開きます。はい。そうすると、こんな形でどんなことができるかっていうのも表示されるので、確認して読み込みます。はい。で、ここまでできたらですね、あとはキャリブレーションを行います。キャリブレーションボタンを押して、そうするとね、こんな風になります。 まっすぐ手をこうやって横に伸ばし、伸ばして、正面を向いて、トリガーボタン。私は都合上キャ、クリックなんですが、向いてまっすぐ。はい。もうね、こんな感じで動きが、3D モデルに反映されるわけです。 で、このアリシアさん以外のモデルも使いたいって言ったときに、モデルどこかダウンロードするのかっていうのがあるんですが、今だと大きく分けて2つなのかな他にサイトがあれば教えていただきたいんですけど、2ニ個ニッ1体。 ニニコニコじゃなくて、ニコ2立体というサイトがあって、ここから検索窓で VRM、バーチャルモーションキャプチャーは VRM 形式のモデルが読み込めるソフトなので、ここからですね、ダウンロードファイルありとか、VRM モデルとか選択して、 ライセンス的に利用可能なものを、まあ、ダウンロードして使うという手があります。あとは V-ROID Hub ですね。今のはドワンゴさんのサイトなんですが、うん、なんかタイプしたかな ?V-ROID Hub。 ハブで検索すると、これも p i x i v さんの,のページなんですが、結構ね、自由に使えるモデルというのが、みんなユーザーさんがアップロードしてて、ここでもっと見る選択すると、右上にね、利用条件で絞り込むっていうのが出てきます。この中で、他のの1人利用 OK で、個人利用 OK で、当、まあ、人で使えるぐらいがいいんですかね。 そうするとですね、こんだけ魅力的なキャラクターがいっぱい表示されるので、お気に入りの子を、こ、ま、う、あ、ダウンロードするという感じですね。私はちょっと、いいねしてあるのがあるので。はい。え試しに、じゃあ VloidHub のこの子のモデルを バーチャルモーションキャプチャーでロードさせてみたいと思います。利用条件きちんと確認して問題がなければ、ダウンロード。こちらもね、あの、ログインしてないと何か言われるかもしれません。で、ダウンロードしたら、VRM 読み込みですね。 同じ要領で読み込んで、先、開き直すと、はい、こんな感じで。はい、読み込みましたね。同じ要領でキャリブレーションをかけてと、まっすぐ横、まっすぐ前見る。 こんな感じでですね、バーチャルモーションキャプチャーは VRM モデル読み込めるので、好きなキャラクターにこうやってなることができます。今日は簡単にですが、バーチャルモーションキャプチャーの紹介と、それで取り扱える VRM モデルのダウンロード先のサイトについて紹介しました。簡単にですが、以上になります。 どうもありがとうございました。